楽曲、そして、2曲目にアンリアルというね、非日常っていう意味になるんですけれども、楽曲こちらは両方なんですけどね、 Apple Music や Spotify、YouTube Music などにも配信されてますので、ぜひ梶ゆき子で検索していただいて聴いていただけたらと思います。ちょっと風が強くなってきましたね。これは涼しいと撮っていいのか、まあ程よいよね。ある意味ライブ日和っていうことで、明日からちょっと雨がね、来たりするみたいなので、今日は目いっぱい楽しんでいきましょう。それでは次もアルバムの中からお届けします。答え合わせという曲を聴いてください。